ジールマンです。いやー、第5回モビルスーツアンサンブルカスタマイズコンテスト結果発表出ましたね。そしてその中になんと僕が作ったアンサンブルジオラマ任務続行が入賞してました。パチ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 。今回のコンテストからいろいろと様変わりしまして、まずはツイッターでの投稿が可能になったこと、そして審査員の方が変わったこと、これによって今回のコンテストはどういう風になるのかなっていろいろ不安があったんですけども、いやー、今回も無事入賞することができました。ありがとうございます。モビルスーツアンサンブルカスタマイズコンテストは全てモビルスーツアンサンブルで制作しなければならないというルールがあります。なのでこのジオラマも全てモビルスーツアンサンブルのパーツでできています。それではまずはこのモビルスーツアンサンブルジオラマ任務続行をご覧ください。改めてこちらが第5回モビルスーツアンサンブルカスタマイズコンテスト長谷川指導委員賞をいただいたモビルスーツアンサンブルジオラマ任務続行です。冒頭でもお話ししましたが、これらは全てモビルスーツアンサンブルのパーツでできています。このジオラマのメインとなる部分はこのモビルスーツアンサンブルの台座の足を使ってできています。これですね。これを300本使ってこの形に組み上げました。このジムキャノンジオン鹵獲仕様の口のマーキング、これは手書きです。このクレーンは台座を使って製作しました。この部分はメガバズーカランチャー、ここはウンドウォートの二の腕とです。このクレーンのワイヤーはビームサーベルのランナーをつなげて製作しました。この曲がってる部分は熱で加工しています。あとクレーンが落下した時の様子を表現するためにこの部分を削ってますね。こちらの大破したジムはまだ破壊されて時間が経っていないことを表現するために腕部に熱表現をしています。逆に脚部はダメージを食らってから少し時間が経っているようにしています。ちょっと見えるか分かんないんですけど、腕も切られてまだ時間が経ってないということで熱表現をして、その落ちた腕で地面が焼けている様子を表現しています。ここはジムが立っていた時にちょうど頭部に当たる位置なので、ここにキャノン砲が当たったという設定で実際にライターで炙っています。この壁はマシンガンの弾痕を表現しています。このデッキの部分、これも台座を使っていて、この手すりはランナーを使っています。この壁にあるものは G ディフェンサーのパーツを使ってなんとなく基地っぽい表現にしました。このようにサイズはそれほど大きくないのですが、使っているパーツ数は僕の作品史上過去一番多いものとなりました。モビルスーツアンサンブルのみでここまで本格的なジオラマを作るというのは初の試みだったので、僕の中でもいろいろ試行錯誤がありました。なのでこの作品が入賞して本当に嬉しいです。ということで今回は第5回モビルスーツアンサンブルカスタマイズコンテストの結果発表を受けて急遽このようなご報告動画を制作しました。モビルスーツアンサンブルジオラマ良かったよ、こういう作品紹介動画また見たいなって方も、そうでない方も、よければ
高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画も見てください。それじゃあバイバーイ。